あれ14って、じゃあだけどあれは運営しながらだからね。そうですね。もう何年でしたっけ14は。14はオリジナルが出たのがちょうど11年前ですね。11年か、はい、でリニューアルして8年ぐらい。8年丸8年経過しました。ああ、それすごいよね。あれですよね、今回坂口さんこの対談に合わせてではないですけれども14を始められたんですよね、はい、そうです。申し訳ないことにちょっとやれてなかったんですけど、っていうのは僕 MMO をやるともう出てこれない人間なんです。あの坂口さんの二級伝説は社内で今でも残っているので。そうなんです。そうなんです。もう社員にね、みんなにもエバクエをやらないとダメという強制をしましたからね。伝説ですね。はい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 。で本当出ていけないんでちょっとやらなかったんですけど、まあ案の定今もうマイチョコボを取りつつもう出れる気がしません。ありがとうございます。ちょっと坂口さんからビヒーモスの鎧つけてももうなんて可愛いチョコボなのみたいな。今スクリーンショットが映ってます。もう僕はねこのねワンのね光の戦士、あ光の戦士を引かせっていうの知らなくて、あ、はい、最初なんだろうと思って、ヒカキンみたいなものとか思ってた。そしたら光の戦士ですよね。光の戦士引かせんって言うんだみたいな。そうこれ結構そのプレイヤーの間コミュニティの間で坂口さんはなぜララフェルを選んだんだろうっていうので、あ気にするんだと思って。あ僕ねエバクエの時もあのほら一番小さい種族だったんですよ。はいはい。あなんかねそれが好きなんですよね。共通です。僕も必ず一番サイズ小さい種族使うので、はい、ただ必ず後悔するのは戦闘中自分を見失いやすいのと視点が低いからなんつうのこういろいろとこう見づらいじゃないですか。はいはい、はい、うん、時々なんかあもうどうして僕もっと背の高い種族にしなかったんだろうっていうね。そうそう俺今どこみたいな。はい、僕にとってあのレジェンドなお二人の坂口さんと松野さんが、ああそうです、松野にいろいろ教えてもらって、はいはい、本当恐縮です。ありがとうございます。いやいやもう待つのに全部あの手ほどきを受けたおかげで UI が全部あのホットキーですか、あのはい、アイコンあの登録するのを全部表に出せって言われて、もうなんかものすごい UI になってます。なんかだってちょっと聞いたらあれなんですよね、 Zoom 立ち上げて Zoom で坂口さんのプレイ画面を、そうですそうです、画面共有しながら、そうすごい。そうなんです、そうなんです。坂口さんそのあのこのウィンドウ閉じてとか言って、うん、邪魔みたいな。スパルタですね、なかなか。うん、マップ一回閉じて、はい、それで右上のマップを一回押すと、はい、ほら自分の処理が出るからみたいな。そうそうそう、もうスパルタです。もう今じゃもうなかなか僕もこう操作感が、はい、スムーズになってきました。いやありがとうございます。やっぱり久しぶりに MMO、まあ、14遊んでて坂口さん。いや面白いですねやっぱり。うん、やっぱりその中にユーザーがいてちょっと写真撮ろうっていうとバーッと集まってきたりしてね、うんうん、まあみんな慣れてるってのもあるけど、で僕はもうチョコボを手に入れたのはその場所的に分かるんでしょうね、もちろんね、うん、あのだからチャットしなくてももうみんなチョコボを自分の出してガッと並ぶみたいな、はいはい、なんだろうね、もう本当にこう世界がありますよねやっぱりね、そこにね。そうですね、うん、しかもやっぱり優しいというか、うん、いいですよね皆さん、うん、本当いいですね、いいですね。まあシステムがまたやっぱりあのエバクエとかその古いのって何でもこうできちゃうようなところもあって、うん、難しいじゃないですか、なんていうモンスター引っ張るだけ引っ張ってきて逃げちゃうとか、あいろいろありましたよね、はい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 、そこはやっぱりすごくこなれてて、なんていうのかな、優しい気持ちとある程度ソロプレイみたいな感覚で、うん、ああ MMO の世界に入っていけるんで、あこれは考えたなっていうふうに思いました。いや、はい、